のドアはいつも開けっぱなし。皆さんこんにちは、俺たち五代名です、うん、このラジオ番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオ番組です、うんはい、では今週から始まる新しい企画、うんはい、松田家の一日一膳の企画に移りましょう、うんうんうん、ちょっと待って待って待って来源、うん、どうしたんですか同心さん。どうしたもこうしたもないだろう。四字熟語はどうした。兄貴、四字熟語は一旦やめるってこの間松田さん言ってたじゃないですか。あれ、え、そうだっけ、そうですよ、もう大事なことなんですからしっかりしてくださいよ。てかあれ、クラマの兄貴、うん、さっきから黙ってますけどどうしたんですか。来源、はい、本気で一日一膳なんて言ってるのかい。何を言ってるんですかクラマさん。一日一膳ですよ、うん、しっかり積み重ねていって素敵な毎日を、うん、やだよやだ、もう絶対に僕やらないからね。お前何、お前な、人々を助ける守るのが五大名だろ。そうっすよ。そんなことでいいと思ってんのか。だって毎日妖魔退治だっていつもやってるじゃないですか。そういうことなの。え、うん、クラマさん何か勘違いしてましたか。いやごめんごめん、一日一膳って言うからさ、一膳のご飯しか食べられなくなっちゃうのかと思ってもう取り乱しちゃったよね。じゃねえわお前、本当にクラマの兄貴は食うことしか考えられないんですね。タケル、さすがにそれはクラマさんに対して失礼ですよ。失礼だが本当のことだからしょうがねえな。ですよね。なんだよ二人して。僕だってね、食べることの他にだって考えてるよ。どうやって料理すれば美味しいものができるかとか、どこに行けば安くいい食材が手に入るとか、そんなことじゃないんすか。二人ともさすがに言い過ぎですよ。クラマさんだって人々を守るために日々努力し、いろいろと考えているんですからね。クラマさんも何か言い返したらどうですか。え、うん、言えないんですか。完全に図星ついちゃったな。ですね。この後クラマの兄貴はどう来るか、どうするんすか兄貴。はい、この話終わり。ね、ちゃんと次の企画に移ろうかな。無理やり話題変えましたよ。お前な、自分が不利になったからってそれはないだろう。二人ともいい加減にしてください。また無駄な時間使ってますよ。無駄だなんてお前そんな失礼なの。いいか、こういう時間だってな、いつかな、楽しいな、思い出になって。何ですかその学校の先生みたいな言い方。ただね、ちょっとね、動揺してますよね。確かに。まあ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 、どんどん企画を進めていきましょう、うんうんうん、じゃあ一日一膳ということですが、うん、兄貴たち何か最近こんなことをやりましたよとか、うん、こんないいことをしてる人を見ましたよとか何かありませんか。あ、はいはいはい、ただ誰もいないんだったら僕からいいかな。おお、クラマさん、食いしん坊キャラだけじゃないことをここで皆さんに教えてあげてください、うん、任せといてよ来源。あ、ではクラマの兄貴お願いします。僕の一日一膳は、はい、チーム宴の白金が嫌いな野菜を食べてあげたことだよ。食いしん坊万歳。隣の晩ご飯そんな感じじゃないですか。いや白にはいいことしてるかもしんないですけど、うん、白の野菜嫌いを助けちゃってるじゃないですか、うん、それはどうなんですかね。そういうことも踏まえて考えたら、うん、いいことにはならないかもしれないですね。そうかな。お前さ、いつも言ってるでしょ、ねえ、食うこと以外にさ何か関心持ってって言ってるでしょうね。切実、すごい切実。はい、わかりました。何頼みますよ。では他に何かありますか。よし、じゃあ俺が行こう。お、では同心の兄貴、うん、お願いします。まあこれはな、俺個人の話じゃないんだけど、はい、まあ、こっちの世界でこう稽古してると、はい、外国の人たちにな、すいません、写真を撮ってもいいですかとか言われるでしょ。そこまで戻ってないですよ兄貴。そうですね、外国の人たちにその写真を撮ってください。そう、日本語間違えちゃったような感じですよね。ありますね、でもよく、はい、それを断らないでこう一緒に撮ったり撮ってあげたりして。これはまあ一日一膳になるんじゃないかな。まあそうですよね、うん、まあ、去年の夏くらいにはドイツのテレビ局の人たちにもインタビューされたりとかもしましたよね、うん、そういえばそんなこともありましたね、うん、はい、まあ実際に見ることはできなかったので、うん、どのように使われたのかは分かりませんでしたけど ね、うん、そうですね、まあ、インタビューしてくれた人が日本語話せる人でよかったよね。そうそうそう、これドイツ語で来られたら僕たちもうどうしようかと。どうしようかと、お前らさあんま喋んないで俺ばっかり答えてたよね。バレちゃった。バレてたじゃねえよお前、結構大変だったんだぞ。まあ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 、同心の兄貴ね、ああ今後また何かありましたときは僕らも頑張りますよ。とにかく
私たちの魅力を世界中の人々に知っていただくためにも、うん、今後もいろいろな人たちと交流していきましょう。よし、うん、じゃあ今度からは全面的にお前らに任せるからな。分かったから、どうし、もう時間もったいないし次の企画に移ろう。だからお前もったいないとか言ってんじゃねえ。これも楽しい思い出になっていくって学校の先生分かりましたから、まあまあまあ、じゃあ早速企画に移りましょう。そうだそうだ、タケル今日は何やんだ。はい、行きます、うん、本日は五大名謎謎体験。おー、久しぶり行きますよこれを、はい、タケル、はい、久しぶりなのでもう一度ルールの確認をお願いします、うん、はい、了解しました。兄貴たちにはこれから謎謎に挑戦していただきます。謎謎どこからですか。謎謎は分かりますよね兄貴。いや分かんないかもしれないの、リスナーも分からない可能性もあるだろう。久しぶりかもしれない、久しぶりすぎてただあの全員多分分かってると思うんで大丈夫と思いますね。あ、はい、まあ、とりあえずじゃあルール説明いきたいと思いますね、うん、じゃあ謎謎に答えていただきます、うん、正解した人には3点、うん、面白い珍回答を出した方には1点から2点が加算されます、うんうん、最終的に一番点数の高い人が勝ちとなります、うん、よろしいですか。そうだったね、はい、あ、ちなみにタケル、はい、1番の人には賞品とかないの。あ、特に考えてませんでしたね。あ、じゃあ1位になった人の喜びの声をブログにアップさせていただきます。いいよ、どうすか。そうですね、食べ物じゃないからね。なんすかその反応、後でやっぱり載せてくれって言っても絶対載せませんからね。あ、タケル君もいいからさ、さっさと謎謎行きましょう。クラマの兄貴が一番聞いてきたじゃないですか商品何って。もういいっすよ、じゃあもう謎謎行きますよ、うん、よろしいですか。うん、行くの。はい、行きます。よし、来い。はい、行きます。じゃあ第1問、お、ある県に住んでいる人は、うん、ハンガーを決して使わないと言います、うん、その県はどこでしょうということですね。まあ、決して使わない、はい、何県とかあると思うんですけど、なんか難易度急にガーンって上がってる。いやそうでもないですよ。比べ物にならないぐらい難しい。本当ですか。なんかありますんだろうな、何県。そう、ハンガーを決して使わないんですよね。あ、わかりました。お、来県の兄貴、京都です。京都、京都、はい、お、なぜですか。やっぱりね、京都っていうのは古風な街ですからね、はいはいはい、ハンガーなんて横文字は使わないわけですよ。ほう、エモンかけです。エモンかけ、なるほど、素敵素敵ですね。なるほど、うまいうまい。それだ、あー、ただ答えは違いますね。うん、違うんですか。違いますね、はい。まあ、実際使ってますからね。エモンかけですよ。エモンかけですか。あ、そうでしたっけ。でもダメだよ来源、だって京都府だもん。あ、そっか、県じゃないですもんね。県じゃない、確かに間違ってたな。恥ずかしい、ほら恥ずかしいとこあるよ。いや、ただスタイリッシュのいい考え答えでしたよ。恥ずかしいとこあるよ。いや、まあ、そうかもしれないですけどね。忘れてください。来源の兄貴には1ポイント。おいしポイントですね。いや、もううまい、おしゃれポイントですよ、これ1ポイントですね。ちょっとさ、俺さ、はい、あれなんだよね、そのハンガー決して使わないっていうか、その、はい、プラスチックのハンガー使わない人だったら知ってるのよ。あ、部分的なものを、まあ、人だよ、人なんです、うん、一応県なんですけど、答え的にでも今住んでる人でしょ。まあまあそうですね、どんな人、うん、それは知ってるの俺。一旦聞いてみましょう、はい、一旦聞いてみましょう、はい、じゃあ同心の兄貴お願いします。片山刑事誰ですか。誰ですかってお前、武田鉄矢扮する片山刑事だろうが。な、え、それ、え、なん、なんで刑事物語見たことねえのかお前ら。ちょっとすいませんみたいなことがない。嘘だろ。え、なんですか。え、灯籠剣を使ってよ、武田鉄矢さんがよ、それでこうハンガーヌンチャクつってピュンピュンピュンってやるんだけどよ、その敵がねヘルメットかぶってて、それでハンガーかし、ハンガーくれって言うんだよ、それでパーンって投げられたらプラスチックのハンガーでそのヘルメットパーンってやるとパキャンって割れて、違う木のやつっていう、あの名シーンを知らないのか。すいません、ちょっと知らなかったですね。だからね、武田鉄矢さんっていうかね、はい、だからその片山刑事はね、はい、まあね、ハンガーは木しか使わない、はい、木しか使わない。そう、いや、まあ結果的に違いますね。え、違いますね。いや、何が。答えとして違いますね。剣、まあ、剣じゃないし。そうなんですよね。いや、だって、はい、プラスチックのハンガー使わない人の話を俺はしただけじゃない。何か文句でもあんのか。あ、やりませんね、ありません。ただどちらに行けばすごいなんかぐんぐん来るんで、もうなんかそんなにポイントが欲しいのかっていうの、そういう系なのかなとか思った。だから結果何ポイントなわけ。やっぱり、ただ兄貴あの、はい、うまいこと言ったんで、うん、2ポイント。あ、1ポイント、1ポイントですね。1ポイントですね。嘘、1ポイント。来源何期とは同じですかね、まあまあ、これは経験じゃない、まあ、そうですね、はい、まあね、じゃあちょっとこの辺難しかったですかね、うんうん、じゃあ、うん、正解に移ります。うん、正解はですね、うん、福岡県、福岡県ですね、はい、ハンガーに服をかけんということで、ね、福岡県となってますね。服かけなくてもハンガーは使えますよ、ね、ハンガーは他に用途ってヌンチャクですか。違う、木のやつなっちゃいますから。あれ、何ですか、何ですか。
あれ、なんすか、あれちょっと待って、え、福岡県、はい、福岡県、福岡県、あの片山刑事、はい、武田鉄矢さん、はい、福岡県出身ですけど、つながった、まさかのつながったあれこれはちょっとあれじゃないの、え、そっか、うん、そういう奇跡ありますね、惜しい、これ惜しいな、これ来たんじゃない、これそうですね、うん、どうしんなにき、うん、2ポイント、惜しいポイント、惜しいポイントですよ、三角みたいな感じ、七夕2ポイントじゃあどうしんなにきが一歩リードという形で、うん、第2問目いきたいと思います、いきます、うん、トラックに、うん、ピーマン、うん、トマト、うん、ナス、キュウリなどを運んで高速道路を走行していました、うん、急カーブで落ちたものとは、ピンポーン、おっと、どうしようなにき、今日絶好調、問題の問題ある、ね、いや、すみません、サービス問題でしたかね、もうね、じゃあ、うん、どうしようなにき、お願いします、ダンボール、ダンボールダンボールですか、うん、いや違いますね、なんでよ、ダンボールに入れるでしょう、まあまあ確かに一旦、うんうん、もしかしたらダンボールじゃなくてオリコンかもしれません、オリコン、オリコン、いや今そのあの、え、人気チャートとかそういうのあるじゃない、急にどうしたの、ね、急にどうしたの、急にしてましたよね、そんな話、大丈夫、そんな話はしてません、折りたたみコンテナです、あー、そっちの話ですね、カゴみたいなあれですね、そういうことですね、びっくりした、ヒットパレード的なこと、違います違います、今週の第1位はそういうことではない、来月の日1ポイント、あれ横取り、横取りポイント、俺の補足だろうかよ、俺の補足じゃねえか、欲しがりですね、どうしようか、難しいだろうかよ、いや、ただ答えはちょっと違いますね、両方とも違いますね、補足足さなきゃよかったよさあ、何でしょう、この答え、あ、ピンポーン、おっと、ひらめいちゃった、ひらめいちゃった、いくぜ、2ポイント、2ポイント、2ポイントいっちゃいますか、はい、さあ、どんな人海とか生まれるのか、お願いします、スピード、え、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、え、どうしよう、兄貴、兄貴、正解、まさかの正解、本当ですよ、そうですよ、だってスピード曲がるのに、うん、あの、スピード曲がるんだよって、カーブ曲がるのに、何落とすかってスピードなわけですよ、だから答えはスピード、大正解です、これドシンさん初めての正解じゃないですか、です、今までの数ある珍解答を繰り出しましたけど、大正解は初ですよ、兄貴おめでとうございます、いや、どうも、いや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 、素晴らしい、やるときはやる男、やる男ですわ、ドシンです、びっくりしました、もうじゃあドシンの兄貴がただいま5ポイントですか、お、いい、すごいリードして、じゃあ第3問目いきたいと思います、いきます、よし、こい、しゃぶしゃぶ、お寿司、焼肉、この3つのうち、うん、名探偵が一番好きなもの食べ物は何でしょう、ペッパン、あっ、と、あっ、クラマ兄貴、お願いします俺、え、あ、全部ちょっと待って、多分僕がいけなかった、僕がいけなかったですね、お前らのね、連携がひどすぎて悪かったですね、うもう一回いきましょうね、はい、じゃあこの3つのうち、名探偵が一番好きな食べ物はどれでしょう、うん、直すよ、マジやるの、マジやり直すのこれね、マジやり直すの、どんな茶番ですよ名探偵が好きなのは ね全部、何ですか、うん、え、僕が名探偵と食べて、もういらねえよ、全部食べるよ、もういいでしょ、俺このやりとり何なんだよ、もうクラマの息マイナス1ポイント、そして俺もマイナス1ポイント、クリボーの話ばっかりしやがって、ね、今まで何も喋んなかったのに、何なんだよ、挙句の果てで乗ってきたと思ったら散々の俺とか何なんだ俺って答えにもなってないじゃあ気を取り直して誰か、なんか正解、どうしようかな、俺が言ってやるよ、さすが今日よ、ノリの黒男、はい、名探偵っつったらよ、うん、何よ、誰よ、誰、まあ、パッと浮かぶの誰よ、この時期だったらあれですよね、コナン君、映画とかも始まってるね、コナン君だろ、はい、そう考えた時にだよ、はい、お寿司どころコナン、ちょっと違うな、しゃぶしゃぶコナン、うん、うん、まあ、うん、あるかな、かなちょっとっていう、焼肉コナン、あるあれあるお店のぽい新大久保あたりにあるよちょっとリアルなことできましたねつまり焼肉ってことよ、はい、あー胃袋グッと掴んだろ、グッとグッときたね、つぼ焼きカルビもあるよコナンちょっとありそうです、一本漬けホルモンもあるよそれはどこ、焼肉コナン、なるほど、ただ違いますね、残念ながらこれ答えはお寿司ですね、え、水入りが好き、お酢入りのものが好き、水入り、水入りで、水入りか、水入りでお寿司なわけですね、そんな答えでした、あ、そうか、残念ながらですね、ただ本日じゃあどうし何が一番ということですね、やったぜ、おめでとうございます、やったぜ、いや初優勝ですね、じゃあもう時間も なくなっちゃったので、来月何期いつものお願いいたします、はい、わかりました、皆さんこのラジオへのご意見ご感想励ましのお言葉はmatuda-ikka@
atosuta.com 松田一家アットマークアトスタドットコムまでお願いいたします。それでは今週のお相手は我ら五大名でございました。次回はコズミックドールさんです。ぜひぜひ聞いてくださいませ。ではそれではまたお会いいたしましょう。これにて失礼。